レレッツプレイホロコーストだけを抜き出しているのでそのホロコーストで遊ぼうっていうのを小林健太郎さんが言ったみたいなことになっちゃうんですけどあくまで。はいというわけで乾杯です。まああの酔っ払う前に言っとこうかなと思うんですけどあのオリンピック のの開会式の手伝いをすることになった小林健太郎さんが昔10年前にユダヤ人をこうネタにし、揶揄するようなネタをやりましたっていうのが、昨日かなんかのニュースになって、で、今朝になって解任みたいな話になったんですけど、あの不適切ではあるんですけど、僕はなんか、あの、あのままなんかこう話が流れてしまうのはちょっとやばいと思うんですよね。 日本の中ではこういうコントだったよ、みたいなののセリフ書きみたいなのがニュースサイトに載ってるんですけど、海外のニュースが流れるときって、翻訳したものだったりとか、もしくはそのあの、サイモン何センターでしたっけ <laughs> ユダヤ人が差別されたりすると、こういうの良くないですよっていう、サイモン・ウィーゼルセンターだっけサイモン・ウィーゼンタールセンターね。はい、すいません。 で、その、サイモン・ウィズル・タール・センターっていうのが、レッツ・プレイ・ホロコーストっていう、引用符で区切って、要はあの、鍵括弧で区切って載せてたんですよ。ホロコーストで遊ぼう的な表現を、小林賢太郎さんが言ったっていうのを、まあ、サイモン・ウィズル・タール・センターのホームページに載ってるので、まあ多分世界中の人ってそれを見て認識しちゃうんですよ。で、その、あれだけを見た場合って、じゃあ、小林賢太郎というコメディアンが、ホロコーストで遊ぼうぜって言ってるっていうことになっちゃうんですよ。 で、元々のそのあのネタっていうのが NHK でやってたゴンタ君とノッポさんが出てくるっていう子供向け番組があって、で、それをコメディとしてそのちょっと利用して、普通だったら子供向けだからやらないよねっていう形でゴンタ君とノッポさんが会話をしてるという、できるかなをおちょくった企画だったんですよ。 のっぽさん喋りすぎだよねってネタって、本来のっぽさん全く喋んないからなんですけど、あとその、くわえたバコが良くないよねっていう苦情が来ているとか、まあ、のっぽさんタバコ吸いながらやるわけないじゃんみたいな。で、その後、そのなんか番組の中でモザイクが多すぎるとか、もちろんその NHK のできるからモザイクなんか出ないですよ。っていう感じで、通常ありえないやっちゃいけないことを並べてる中で、ユダヤ人虐殺ごっこで使ったあれを使おうっていう表現が出てくるんですよ。 で、それを言った後、戸田さんっていう人にあれめちゃくちゃ怒られたよね、みたいな感じで、それは良くないことだよねって、その良くないことの例として出したんですよね、ホロコーストっていうの。その、要はあの、元々そのサイマビゼルタールセンターに書かれた文章だけだと、そのもうレッツプレイホロコーストだけを抜き出してるので、ホロコーストで遊ぼうっていうのを小林健太郎さんが言ったみたいなことになっちゃうんですけど、あくまでやっちゃいけないことの例として、そのラーメンズのネタの中では出たんですよ。 で、やっちゃいけないことの例だったとしても、ユダヤ人の虐殺っていうのを、その笑いの場所で言葉に出すのは不適切だよねっていうのは、それは確かにそうだと思いますと。だから、不適切であることにはもう、あの、まあ、重々僕も同意しますと。 ただ、その彼がホロコーストで遊ぼうって言ったっていうのが世界中に回っちゃうのって本来の言ったこととやったこと全然違うじゃないですか。で、あれがもう英語圏で出ちゃうと多分もうそ,のそういうことになっちゃうんですよ、事実として。だって日本語わかる人なんてほとんどいないんで、まあその70分の1ぐらいしか日本人っていないわけじゃないですか。なので、それが事実として出回っちゃうんですよ。で、その日本人の特性として。 不適切な悪いことをした。で、だから、その、ここの部分は事実と違うとかっていう、言い訳をすること自体が良くないっていう風潮があるじゃないですか。なんで、その、小林健太郎さんとしてはもうすでにその不適切だっていうので、謝ってはいるんですけど、本来の意図とは全然違う翻訳が出回ってますよ。だから、そこはちょっと変えてくださいっていうのは、もう言えなくなっちゃってると思うんですよね、小林さん。日本人的な。 文脈だと。なので、その不適切であるし、謝らなきゃいけないは全然そうだと思うんですけど、ただ、その、レッツプレイホロコーストって彼が言ったっていうのが出まっちゃうのはどうかなと思って、僕、その、サイモン・ウィーゼルターンセンターに噛みついたというか、まあ、ツイッターで送ったんですけど、まあ、どうせ仕方されるとは思うんですけど、なので、その、 その他人がどう思われようと知ったこっちゃないから別に小林健太郎が叩かれてもいいじゃんとかなんかオリンピックが揉めてもいいじゃんとかっていうんで全然気にしない人は気にしなくていいと思うんですけど不適切なことはやったんだけどただ本来の意図と全然違うその意味の言葉があたかもやったことのように世界中でその抜き出されるのって違うと思うんですよだから例えばそのじゃあホロコーストはなかったって言ってる人って世の中に結構いるんですよ裁判っていうのも行われたことがあってホロコーストなかったって書いた本を を訴えた人と、ホロコーストなかったっていうのをで言うのはいかがなものかって言った人が逆に訴えられたみたいな裁判というのをイギリスであったりするんですけど、で、今僕話したじゃないですか。で、僕今、ホロコーストはなかったというセリフを言ってるんですよ。誰かが言ったセリフとしてね。要は、ホロコーストはなかったって言った人がいますって言ったじゃないですか。で、そこ抜き出して、僕がホロコーストはなかったって言ったっていうのを取り出して、ほら、西村秀之ってやつがホロコーストなかったって言ったよっていうのって、明らかにおかしいじゃないですか。 全体の文脈の中でどう使われたかっていうところで判断すべきで、一部の言葉だけを抜き出して、ほら言ったでしょっていうのは僕違うと思うんですよ。はい。切り抜き推奨しといて何な,なんですけど、すみません。<laughs>